はるさんから、あら、はるちゃん、はるちゃん、はるちゃんから、ね、小林さん、えのきさん、こんにちは。こんにちは。第6話ジュノ初登場回を拝見しました。ジュノが不良たちに囲まれている現場に遭遇したレゴシが一体どのように対応するのかハラハラしていましたが、うん、まさかの兄として割り込んでいく姿に意外すぎて笑いました、うんうん、またジュノが涙するシーンでは同性の私でもドキドキするほど可愛くてキュンキュンしました、うん、さて突然ではありますがお二人に質問です。もし付き合うならハルとジュノどちらがタイプですか。ぜひ理由も一緒にお伺いしたいです。ハルとジュノ、うーん、難しいですね。ハルとジュノどうですか。あ、ジュノですかね。おお、うん、それはどうして。夢を見させてくれそうだなって。夢が。春はなんか事実を突きつけてきそう。うん、ああ、そうだね。リアリストっぽいもんね。リアリストっぽいから。うん、だし、ね、ジュノはやっぱりお兄ちゃんがあるから。そうそうそう。やっぱりね。妹として。妹として。一緒にいたいな。そっか。ジュノ。うん。ジュノ可愛いっすよね。目キラキラしててね。可愛いよね、うん、目クリックリでね、クリクリで一応、うん、狼の中でも可愛い感じなんですかね。あ、らしいよ ね、 みんな言うよね、可愛い、可愛い、可愛いって言ってますもんね、うん、ジュノの方がなんかちゃんと汚いことは裏でやってくれそう見てないところで。何それ、暗殺者アサシンじゃんそれ。なんか 女性のなんかじゃあ女性のね、そう、女性のなんか知らなくてもいいようなことをちゃんと知らないままでさせてくる。春はなんか全てをなんかさらけ出してくる、さらけ出して、まあ、それはそれでいいのかもしれないですけどね、うん、俺そういう理由でやっぱ春ちゃんの方がなんか全てを、うん、なんかいわゆる分かりやすい、まあなんかね、もう分かってしまえば分かりやすいみたいな、まあ、確かにそうそう、そうですね、の方が僕は好きですかね。割と自分の気持ちを表現してくれる、使ってきてくれるみたいな。確かに。みんなチャンネル登録高評価ベルマークの通知登録よろしくね。